R136 はタランチュラ星雲の中心付近にある3回星団である。約100万歳から200万歳と若い星団で巨星と超巨星から構成されている。その多くはスペクトル型が O3 で39個の O3 星が確認されている。さらにウォルフライエ星もいくつか確認されている。R136 星団はいくつかの部分に分けられる。 中央部の R136A はかつて太陽の約1500倍の質量、3000万倍の高度を持ち、温度は5万5000系から6万系、直径5000万マイルの超巨星であると考えられていた。R136A の真の姿はスペックルイメージングによって解明され、中心22個の大質量で高高度の星を含む濃い密度の星団であることが明らかとなった。 これらの構成の質量は太陽質量の37倍から76倍と計算されている。また3つの非常に明るい構成が理零0.10秒、0.48秒で存在する。このうち R136A1 は265太陽質量であると基地の構成としては最も重い質量を持つ。また高度は太陽の1000万倍と最も明るい構成でもある。 R136 はタランチュラ成分のエネルギーのほぼすべてを生産する。成団の質量は推定45万太陽質量で将来は球状成団になると推測されている。ありがとうございます。